向かってひた走る学生たちが札幌を深掘り、それがウォッチング札幌ネクスト100。今回の学生ウォッチャーズは札幌漫画アニメ&声優専門学校のこの2人です。さて今回の行き先は北海道新聞社に来ています。同心の歴史や新聞ができるまでの工程がわかる資料が飾られていますが、今回の課題はででで NIE を体験しよう。いいのよ体験。そのまま NIE と読みます。ニュースペーパーインエデュケーションの略称で、教育に新聞を活用としようという運動です。文章を読む力もつきますし、話題作りにもなると思います。ここから新聞について少し説明していきますね。ここが編集センターになります。編集作りの中枢となります。だいたい何行で原稿書いてくるよっていう一覧表が来るので、設計図ですね、これを書いていきます。これが実際のデータを作った画面です。大きい事件とかが起きてもう全部作り変えっていうことも、でもあれですね、時間までには出さないといけない、ね、全身冷やせかけて見出しの付け方、考え方、これ27文字あります。冷たい一目で見て何を書かれているかっていうことが分かるように、お、読んでみようかなっていう気にさせるような見出しを考えたいと。すごく大きい事件だとかの時にはー見たことある、伝えたいっていう思いで原稿を書いてくるので、読んでもらうのはこちらの仕事なので。こちらが写真映像部になります。いろんな種類のカメラがありますね。例えばスポーツだと結構離れて写真撮りますよね。そういった時にこういった望遠レンズ、あの文ちゃんがこんなに近くで見えるの、ちょっとそれシャッターを押してみましょうか。せーの、うわー、スポーツだからこそ一瞬とか撮れるような。そうこの距離がナイスショット、あーすごいこだわって新聞を作ってくれてるんだなっていうのが伝わってきて、これからいっぱい読もうって思いました、はい、いろんなところから情報をもらえると思うんですけど、中にはフェイクニュースなどもたくさんあります。真実を自分でこう読み解く力というのがこれから大切になってくると思います。ぜひそんな力をつけるためにも新聞を読んでもらえると嬉しいです。結びの一句、新聞をたくさん読んで学ぶんぶん。ウォッチング。